はい、こんにちは。山梨学院大学お弁当クラブのひとみです。花粉症がひどくて今日はなんだか声が変です。お弁当クラブはいろんな国から来た留学生と一緒にいっぱい遊んだりおしゃべりをしたり交流をする英会話サークルです。私たちは最近熊本で起きた地震の義援金をお弁当クラブで集めました。留学生によるこの地震に対する関心はかなり高くて、地震が起きた時どうすればいいのかといった話題で持ちきりになりました。また自分の寮は危険ではないかと心配になり、先生や寮の管理者に尋ねる留学生もいました。またお弁当クラブでは日本文化を学ぶという理由も含め、熊本へ送るということはしませんが、みんなで鶴を折っています。私は先月の地震がある前に熊本へ行ったのですが、初めて熊本に来た私に対し熊本の方はとても優しくて、こちらまで優しい気持ちになったことを覚えています。私もお弁当クラブのみんなも熊本の皆さんを応援しています。みんな頑張ってください。頑張って。